はい、最後になりましたけどね、丸子山古墳でございます。ちょっと行ってみましょう。おお、これ見えますか。さーて、丸子山古墳、被葬者誰なんでしょうね。これものすごい石図がありましてね、やっぱり天皇のお子さんでしょうかね、書いてある。やっぱり皇族クラスか。これがすごいからね、石図がすごいからね。これはせっかくだよな。ひょっとするとひょっとして八角かもしれんな。これじゃわからんか。ちょっと横まで上がってみましょうか。さーて、ご存知の方教えてくださいね。被葬者誰ですかね。今もそこの剣豪図がここんでね、ガイドの方といろいろ聞いたんだけどね、自分で調べてくださいって言ってたね。自分で調べてみてくださいって言ってありましたけど、さーて誰でしょう。はい、休憩でございます。誰もいないね。よいしょ、上上がってみよう。丸子山古墳いいね。ここから後ろからの方が眺めはいいのかもしれんな。これがね、一説によるとひょっとすると八角墳じゃないかという話もしてあるんでね、ちゃんとね調査できて、調査ができてませんからね。いやー、いいね。はい、ありがとうございました。丸子山古墳でございました。はい、飛鳥村でした。ありがとうございました。